熱。こんにちは、グッピーこずえです。好きです。今日は久しぶりの母子デイキャンプにやってきました。拍手。川西市のドラゴンランドっていうところに来たんやけど、6年ぐらい前は川遊びできてんけど、なんかめっきり入れなさげな生い茂った川になってしまってる。姉ちゃんになったな、好きな。トントンできる。うわ、不審者や、不審者や。こんにちは。すみません、ちょっと撮影中なんです。すみません。あ、失礼しました。楽しそうなので寄ってみました。めっちゃやばい、おばちゃん来たで。おお、すごい。チュー、頑張れ。こうやって、ちょっと危ないから、グーテック持ってきてよかったな。実は不審者に見せかけてマミルでした。乾杯。チキは月乾杯。イエーイ、マミル乾杯。コーヒー牛乳飲みたかった。おいしい。初や。じーとしたけ、じーとしたけ、じーとしたけ。大丈夫や。どこ行った。あー、おいしい。うまー。コーヒー牛乳入れたか。ちょっと一回、いや一回戻したら、コーヒー牛乳マミルもちょっと飲もうって。おいしそうやな。やっぱまあキャンプやから好きなもんのマナナ好きな。そうや。偉そう。そうや。今日はちょっとほんまは2人でデイキャンプに来ようと思ったら、たまたまマミルが泊まりに来てて、まあ、ちょっとついていこうかなって言って、だから3世代デイキャンプで来ております。一回キュウリ休憩したら、ほら、おいしいね。逃げるやどうや。怪しいね。とにかくキュウリ売ってるおばちゃん怪しすぎんね。すいません。どうぞ。キュウリ乾杯。天ぷら丼みたいにしたら、うどんとちょっと定食みたいに食べれるやん。コンベを今日は定食にして食べようと思って、まずはご飯を炊いて炊いて、ずつ。オッケー、ちょっと待ってや。あっちあっち。あ、もう出へんわ。はい、センキュー。じゃあ卵を。はい、はい、あ、多かったかな、卵めっちゃ多かった。
え、すごい天才じゃん。熱っ。もうこれここでお湯沸かすって結構難易度高いなと思う。っていうか椅子を昨日のうちにさ積み込みしとったから椅子が1個足りへんっていう。はい、人数多い方が楽しいし。え？あっちに座る。じゃあどういう食べ方それ？皮剥いてない？剥いてる。はい、皆さん食べてくださいね。知ってる、皮から剥いて食べたらめっちゃうまいって言われてる。嘘、皮剥いてトマト食べたらうまいとか。トマト、うん、高速道路の日陰が移動してるやん。めっちゃうまい。美味しい。でもめっちゃ消防署だった。うまや。うどん、あ、うん、うどんべえね。うん、なんか今注意しに来るじゃん。うん、私たちです。うん、美味しい。それです。私たち？かわいいな、それ。めっちゃ指天丼やねんけど。ご飯もめっちゃ上手に炊けたし。え、誰も褒めてくれへん。イエーイ！イエーイって言われねん。ママ皮むいて。先生、結構うまくできたと思うんですけど、どうですか？おいしい。おいしい。これがインスタントのどん兵衛とは思えないぐらいおいしいです。ありがとうございます。メガネどっかやっちゃいました。あ、ここメガネどっかやっちゃいました。あ、ここやった。え、ボケ？じゃあ今メガネどこやったっけ？よくあるやつ。おや、びっくりした。ご飯食べなさい。私がせっかく